番線ドアが閉まります。ご注意ください。はい、上大岡駅です。こちらは横浜市営地下鉄の上大岡駅。乗れねえなエスカレーターあれやんだけどな。ありそうだ。あ、でも結局、あ、出口が いっぱいあるんだ。ということで、後ろが何方面だ、湘南台寄りがバスターミナル改札口、あざみ野寄りが京急線方面となるようです。上りしかないんだ。市営地下鉄快速あるんですって、ブルーライン。すごいな。昼間しか多分乗れないのかな、わかんないですけど。ちょっとね、荷物があるんでこの階段も結構きついんですよね。で、今回は周遊切符を使っています。ので、周遊切符、スマホを見せるやつなんですけれども、通れないのでこちらに行きます。で、なんか老人パスっていうね、高齢者向けのやつもあるらしいですね。ちょっと待って。で、神尾連絡口 A、 あっちかな、京急線って書いてある。で、駅たら、駅降りたらすぐにファミリーマートハマリン上大岡駅店、出口さんがウィング上大岡駅ビルですね。あ、もうここに駅の京急線の案内がありますね。ということで、もう少しあったらすぐ京急の改札口ありますね。これはいいですね。お、ヨドバシあんじゃん。で、こちらは駅ビル。いやー、すごいな。なんかタクシー見えるじゃん。タクシー乗り場あるんだ。やっと着いた。よくわかんない。道路を越えたかったんですが、このデッキが何階なのか分からず、3階行ったり4階行ったりしてました。お、何これ、すごい高い建物。タワーマン、タワーことではないけど、 あそこから渡れたんだ。信号が見当たらないからここまで来ちゃった。で、こっち道路渡った右側が神尾っていう商業施設、マックとか米田コーヒー、ジョナサン入ってますね。すごい、道路がすごいな。で、今京急の2階から入りましたが、ここからでは3階、この神尾3階になるということですね。これマンションなのかな、なんか上マンションっぽいですね。こっちやばい、映ってた。極楽湯っていうのが愚明寺のとの間の高架下にあるやつ。あ、地下1階連絡口あるんですね、この神尾からも。あ、あったんで、神尾連絡口って。歩いてきました。ここね、行けたらまっすぐ近いんだけどな、こっち来るとね。ヘリオスタワーというそうです。このこの下から見るとすごいね。なんだこれ、地味な段差がある。神尾か、1回ぐらいは降りたことあると思うんですけど、それ以外記憶にありません。
まあ、なかなか京急フリー切符っていうのもないですからね。多分ないでしょ。三崎マグロ切符あれ2000円ぐらいするから無理でしょ、無理でしょ。大都会だわ。横浜市営バス、市営地下鉄と横浜市営バスとなんかが乗り放題の期間限定で、通常価格は830円だけれども、期間限定で300円という、まあ、スマホ必須なんですけど、見ようかい。今のうち撮っときゃよかった。手が塞がってるからマジで無理なんですよ。出口はこっちだけかな。ちょっとウィングの中を見ていきたいと思うので、どっから入る、今のところから入ればよかったのかな。もはやね、ここが何区になるのかすらわかんないんですよね。江南区なのか南区なのか。江南区かな。もう横浜駅から先はもう空気なので、私にとっては。戻ってきた。でこっち京急ウィング、あっちは違う、あっちは京急百貨店なの。まあいいや。で淀橋も直結だし、あ、ここに書いてある全館、南ウィング、北ウィングだって。京急百貨店の中に北ウィングが2階あると。で、地下に食品街、アジサイ通り。と、まあ、いろいろあると。で、なんか下の方に光って見えませんか？駅の構図が書かれてます。なんかオフィスタワーって書いてある。あ、なんかあるじゃん、出口。せっかくなので行きたいと思います。でね、300円の期間がまだまだあるので、6月15日とかそれぐらいまであるので、次でもいいんですが、次来るかわかんないんでね、ちょっとさーっと見て、まだ用事があるんです。ということで、こちら何口になるのかな。先ほどとはちょっと空気が違う。あ、降りるあれがない、エスカレーターがない。ちょっとゆるく坂になってるような気がしないでもない。高いじゃん。でも下ってますからね、こっちね。すいません、本当に時間がないのと荷物が多いので、今日はこの辺りで勘弁してください。勘弁とか言っちゃいけないんだけどね。でもこうやって階段上がってるってことは、高低差がね、向こうの出口と全然違う。東口になるのかな。いや、もう気合で降りますわよ。京急線のホームと同じ高さなんだ。見えてました。あ、今行った。ちょっと全然見えなくてごめんなさい。京急線乗りたいな。京急線も出してくださいよ、切符、安い切符。
しょ。では地下鉄に戻りたいと思います。京急蒲田行きたいんですけど、今日用ないんで、蒲田は横浜市営地下鉄じゃないんで行けません。今何時だろう、あと3分で来るので乗らせていただきます。10分間隔だからちょっと乗れなくなっちゃうと結構辛いなぁとっていうのと、もう2カ所ぐらい行きたいところがあるんで、おー頑張るか、少しだしね。では多分ここで終わったね、始まったね、神岡駅でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。